富山競輪の F1、オッズパーク杯は13日、初日を迎える。加藤の拓馬は9日に行われた北日本地区プロのチームスプリントで優勝した宮城チームの一員。福島チームに勝てたのはびっくり。自分は第一走者だったので、あとは今回一緒の木村祐希君と和田圭さんの弟子である福田健太君の頑張りにつきますね。 前奏の熊本記念3日目には赤板杉ぎからかけて小松崎大地の一着に貢献。初日 6R で再戦する上田に嫌な印象を植え付けている。積極掛けで再度苦しめるか。